い、授業を始めます。今日のテーマはクリスマスです。クリスマスはイエス・キリストの降誕を祝うお祭りのことです。毎年の12月25日に行われ、キリスト教徒だけでなく一般的な年中行事として世界中で楽しまれていますよね。サンタクロースにクリスマスツリー、山下達郎や竹内まりやを中心としたクリスマスソングはこの時期の風物詩です。ちなみにクリスマスはキリストの誕生日と思われがちですが、正確には降誕した日になるので間違いないようにしましょう。日本でのクリスマスの歴史は意外に古く、1552年に現在の山口県にあたる周防の国でイエズス会の宣教師が日本人の信徒を招いて降誕祭のミサを行ったのが日本で初めてのクリスマスだと言われています。その後江戸時代になると禁教令でキリスト教が禁止となったため、隠れキリシタンの間でのみ行われていました。明治時代になると明治屋を中心にクリスマス商戦が勃発。大正時代には児童向け雑誌の表紙や内容にクリスマスがフィーチャーされます。昭和に入ると国民的年中行事として定着し、今日に至ったのです。以上、ハッピーホリデー。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いします。